三井アウトレットパークキサラズキサラズ観覧車パークキサラピアキサラズ観覧車パークキサラピアは千葉県キサラズ市カナダ東二丁目十番一にある三井アウトレットパークキサラズに隣接した遊園地千葉県の東京湾アクアライン接岸地であるキサラズ市カナダ東地区に2016年7月1日高さ60メートルの観覧車を有するアミューズメント施設として グランドオープンした。三井アウトレットパークキサラズと隣接しており、集客の相乗効果に期待されている。入場は無料。個々のアトラクションに料金が設定されている。キサラズ港を一望できる観覧車を含む8つのアトラクションがあるほか、手ぶらで行けるグランピング、バーベキュー施設を備えた複合施設、ワイルドビーチを併設。アトラクションは子供やペット、 バリアフリーに配慮されたファミリー向けが多い。マスコットキャラクターとして、タヌキと観覧車を掛け合わせたキャラクター、キサラマルガイル。ワイルドビーチワイルドビーチ、キサラズシーサイドグランピングパークは、レクリエーションズ株式会社が運営している、キサラピア併設の複合施設。通称、ワイルドビーチ。2ヘクタールほどの敷地に、アメリカ合衆国のウエストコーストをイメージし、 グランピングが楽しめる。キャッチコピーはもう今までのアウトドアには戻れない。もっと手軽に優雅にスタイリッシュにをコンセプトにしている。ありがとうございます。